これもライブできてんの？さっきより綺麗で、ああよかった。やばい、みんないなくなっちゃった。もう最悪だよ。バッチリ、よし、危ねえ。すいません本当に。画質綺麗です。ありがとうございます。オッケー。回復した。よし、完璧。完璧、完璧。てか気づいたけど、イヤホンいらないよ。質問が。あれ、質問どっか行っちゃった。ハッピーターン来た。ハッピーターン来た。ありがとうございます。あ、人数減ってしまった。最悪だ。なんだよ。少し長くなりますが、ご質問です。少し長くなる場合は、スパチャお願いします。答えが長くなりそうな質問は、スパチャお願いします。家でできる筋トレ体幹トレーニング動画。家でか。頑張ります。あ、スパチャありがとうございます。田沼選手と戦ってたら、どんな戦法を使ってました？まあ、それは言わないですね。それはもうああやってこうやってあれですけど。それはもう言わないっすよ。かわいそうなんで、田沼が。ここで言っちゃうとね。まあ正直、ドロー出た時から背中痛くて、考えてもなかったです。ほんと、自分がプレイできるかどうかだけを今、その時気にしてたんで、全く作戦とか考えてなかったです。毎シーンで日本リーグ出てましたが、体育館コートでやる時靴はどっちのタイプ？ハードコートですね。はい、あれはハードコート。どっちというか何があるんだろう、他に。体育館用ってあったっけ、わかんないけど。今週末からシングルスの試合なんですが、強い相手だと緊張しないけれど実力的にかだから、もうこれはもう戦うだけなんですよ。本当に相手とか関係ない。言ってたじゃないですか、片山さんが。もう全部ベストを尽くして全力で戦った結果、勝ったか負けるか、相手がどうとかじゃないんですよ。自分がベストを尽くしたかどうかなんですよ。現在のラケットバッグはテクニファイバーさんですが、一番最初の用具の使用契約は何歳の時か。一番最初もテクニファイバーですね。はい、僕は大学の時はバボラ使ってたんですけど、契約はしてなかったんで、初めて大学4年生の途中からテクニファイバーさんに契約してもらいました。アシックスのテニスシューズは購入してます。はい。食事管理は何を意識してますか？バランスと、たくさん食べるのと、当たらないように。特に南米では生野菜とかね、汚い水でちょっと洗われるとお腹痛くなっちゃうんで。はい。オグさんの影響でテクニファイバー T ファイトを買いました。あ、さすが。 T ファイトやっぱいいじゃない、良くないですか。みんな試したことがないだけだと思うんですよね。言ったら多分めちゃくちゃ使いやすいですよ、テクニファイバー T ファイト特に。まあ、正直僕 T ファイト以外しだしたことないんで T ファイトしか知らないんですけど。しょうちゃんさんありがとうございます。しょうちゃんさん、もずくさんありがとうございます。もずくさん応援してください。小倉さんのフォームすげえかっこいいと思うんですが、誰かプロの選手真似してこうなったんですか？
いや、一回真似してないですね。はい、フォームは真似してないです。質問です。アウトが怖くて相手のいるところにしかボールが行きません。これは私のメンタルが弱いからでしょうか、それとも、まあ、アウトが怖いっていうメンタルが絡んでる時点で、うん、まあ、メンタルの弱さはあると思うんですけど、それとも相手が手塚ゾーンを使ってるからでしょうか。うん、手塚ゾーンを使ってたら相手のとこ行くでしょ。え、アウトしてもあれ行くんじゃない。さすがにアウトは見逃すんかな、手塚って。なんか全部打ってきそうだけど、あれ手塚ゾーンって自分のとこに来るやつやな。ファントムが外に出すやつか。ファントムじゃない、それ言ってんなら多分。あ、わかんないけど、VIO ぐらい、おいおい、 VIO と小倉混ぜんなって。 VIO と小倉混ぜないでもらって。いつも妻と仲良く拝見してます。そんな人が入りが VIO 小倉はやばいでしょ。家庭内ではオグネーと呼ばせてもらってます。僕男です。あの、え、これみんな知らないかな、僕男です。オグネーって言われてるかもしれないですけど、あのお姉でもなくて男なんですけど、子供の名前の候補をください。え、難しいな、なんかわかんないけど、なんか、むず、最近の名前なんだろうな、なんかピーナッツとかでいいんじゃないですか。僕も今年から小倉さんと同じく大学の首相になります。僕は後輩と結構仲良くしていたタイプで、首相としてちゃんとできるか不安です。小倉さんも後輩から慕われているのが動画でよくわかるんですが、どんな感じで首相やってましたか。首相ね、いや僕が心がけてたのは、なんだろうな、僕は試合には出れなかったですけど、応援したいって後輩から思ってもらえることがすごい大事だと思ってて、まあそれは僕試合出てる出てない関係なく、4年生をじゃあ勝って終わらせようとか、そうやって思ってもらうためにはやっぱりね、一人一人との思い出を作るのがすごい大事で、まあ、僕が心がけていたのは、まあ、毎日、まあ、会わない部員もいますけど、会ったら例えばちゃんと声かけて、すごいフランクでもいいから、思い出を作るというか、うん、で関わりのない部員が一人でも現れちゃうと、なんかちょっと適当な部分が大事なところで出たりしちゃうんで、ちゃんとね、1年生から4年生同期も含めてちゃんとコミュニケーションというか、挨拶でもいいし、何でもいいし、元気でもいいし、そんな感じなのをね、ちゃんとやれば、4年生をやっぱ気持ちよく卒業させてあげたいっていう思いが後輩から出てくると思うんで、まあ僕にそれができてたかはまだわかんないですけど、まだっていうかわかんないですけど、練習やインタビューなど選手目線の日常、そしてお笑い見てるだけで勉強になります。ありがとうございます。お笑いね、やっぱ僕お笑いほんと好きなんで、頑張ってますお笑い。早稲田は世代トップの選手が集まりますが、その中でもさらに成長する選手でどんな特徴がありますか。例えば4大大会を決めた人でもね、島袋はね、やっぱり何が違うかって、やっぱ1年生の頃からすごいプレッシャーのかかる団体戦は、まあ出てたんですけど、まあ彼の中では抑えてたかもしれないですけど、やっぱり恐れず打ち切ってましたね。うん、その勝ちを優先してつなげる方に走るとかじゃなくて、彼はそんな中で打って勝つことを選んだから今のテニスが出来上がったんじゃないかなと思いますね。うん、だから、うん、そういうところだと思います。やっぱりすごいプレッシャーある中で自分のテニスを曲げないというかね、やっぱそういうところだと思います。出てないですけど、僕は出てないですけど。全日本選手権は本戦からですか。いやー、ちょっとまだわかんないですよね。小倉選手はもちろん、自分以外にこの選手伸びるなって選手はいますか。伸びるな、伸びるなっていう選手か。みんな伸びますよ。でも IMG のジュニアのこのね、坂本麗くんは伸びるんじゃないかな。はい、すごいメンタルもいい状態というか、なんていうかな、楽観的だけど身長もあってパワーもあって打ち負けない、手足も長いっていうね、
すごいいいと思います。はい。はじめまして。ガットとポンド教えてください。え？はじめましての人に聞くことをガットとポンド。レーザーコード130で縦48横45です。年間何足くらい履きますか？僕あんまね、履かないんですよ。履き潰さないっていうか、スライドが少ないというか、なんかわかんないけど。10はいかないですね。10はいかないです。セカンドサービスを安定する練習を、もう数打ちます。連続で何球入るまでとか。まあ、技術的なのはまた別としてね。メンタル、結構メンタル大事なんで。男だったのショック。ああ、すごいですね。男ですね。清水優太選手がリアル越前龍馬みたい。なんて答えればいいの？わかんない。そうだね。実業団選手って日本リーグ一緒につきボーナス。それはまあ、チームによってあるんじゃないですか。小倉タンレベルで試合出れないとか、早稲田意味わからんのよね。いやでも、あれですよ。王座決勝なんて僕の同期の、ダブルスインカレ優勝の河野とシングルスインカレ準優勝の三好は王座決勝出てないですからね。はい。人がもう強すぎてみんな。オーダー、相性とか考えた時に、まあ、出ないっていう風になっちゃいましたね。早稲田 OB シリーズ面白かったです。ああ、今1個作ってます。スタテに出る予定ありますか？出演したら何をテーマにしたいですか？スタテに3年今ちょっとお話を、まあ全日本、まあこれはまあ言わなくていいか。多分出れたら出ます。出させてもらえたら出ます。うん、難しいな。個人的には酒井プロの回がツボでした。ああ、出す。酒井ね、面白いですよね。関東リーグの時に有明で写真撮ってもらった妊婦です。9月10日に無事に女の子を、おはようございます。僕からスパチャ送りたい。おめでとうございます。うわ、僕からスパチャ送りたいけど送れないんで、皆さん、この生まれた子に向けてスパチャとりあえず一回僕にお願いします。はい。一回、どうにかしてこの人に渡すんで。一回僕にスパチャお願いします。怪我は治ってきましたか？そうっすね、怪我は治ってきました。今日久しぶりのテニスで痛いとこはなかったです。ねえ、オグってさ、好きな人いる？何この青春ドラマみたいな。いないっすね。ラケットの契約はどんな感じでオファーが来るんですか？もしツアーの勝率が上がるとしたら娘かのラケットでも試しますか？難しいこと聞くな。いや、わかんないですけど、やっぱりどっかで何か違和感とか、まあ、怪我もそうですけど、原因がラケットになった時にはやっぱ考えるところはラケットになってきますけど、まあね、そうそう勝率が上がるかどうかって言われたらまた別ですからね。難しいとこですけど。試合をスマホで撮影することありますか？フェンスとかに簡単に貼り付けられるアタッチメントでいいのないか探してます。ありますよ。ありますけど、アマゾンで何でも売ってますよ。プレイスタイルとかで参考にしてる選手いますか？いないですね。あんまりいないです。はい。よし、頑張っていますよ。あー、よしね。ちょっと本当にこんな決勝の裏で YouTube ライブしちゃって申し訳ない。土井さんと、土井さんどんな感じ？土井さんとヨッシー。土井さんね、まあちゃんと喋ったことないけど。土井さん。土井さん。おー、7542。引退が伸びたな。引退が伸びたかもしれない。まだわかんない。油断せずに行こう。おめでとう赤ちゃん。あ、このスパチャどうにか今度会った時にこの500円届けます。赤ちゃん。ファーストサーブのスピードどれくらいですか？どれくらいだろう。200は
どうだろう、めっちゃ入る入らない関係なく打ったら200出んのかな、出ないんかな、うん、180とか90いってるかな、わかんないけど、いってればいいかなっていう、はい、感じですね。土井さんセット取りました。土井さん強いよな、相手だって結構強かったと思うけど、いいな、ちょっと俺も出たいな、有明で試合したいな。 ATP ワイルドカードくれないかな。 YouTube 頑張ったでしょうで、そんな甘くないか、そんな甘くないな。子供の頃好きだった選手はいないな、別に特別好きとかあんま僕ないんすよね。先日イベントで会ったバマさんがおぐっぱい頑張れよと言ってました。俺に言えよ、俺に言えよ。まあバマさんたまにあのメッセージくれるんですよね。はい、牛島さんに恋してしまったんですが、この思いを止められないです。ハリケーン、恋をハリケーン、なんか連絡取ってみたいんじゃないですか。はい、ウッシーね、可愛らしいですよね。全日本出て有明でプレーしましょう。うん、え、本当にちょっとこの歯の治療のおかげで全日本出るかもしれないです。はい、まあ、わかんないですけどまだ。小倉さんの強烈なバックハンドのコツは何ですか、教えてほしいです。左手意識ですか、右手意識ですか。僕のバックハンド強烈だと思ったことは僕自分で一回もないんですけど、意識は左手です。はい、意識は左手です。赤ちゃん連れて、うわ、赤ちゃん連れて大丈夫かな、赤ちゃん長い試合耐えられるかな、試合観戦どうなんだろう。赤ちゃんね、まあ無理せずぜひ、あの赤ちゃんも、僕も赤ちゃんと写真撮りたいです。お腹にいた時とね、ちゃんと出てきた時でね、2回撮りたいですよね。おいしいもん食べて、あ、ありがとうございます。ちょっとハッピーターンってあの人だな、絶対そうっすよね。だまずこんなトップガンおかしいもんな、これ何がいいと思ってこのトップガンにしてんの、わかんないけど、まあ、たまにね、YouTube のコメントで、まあ嫌な気持ちになるコメントはありますけど、その人の名前とか見るとね、どのアカウント名で言ってんだって人はよく言いますけど、どのアカウント名と、たまにその人が投稿してたりしますけど、どの動画上げてなんか言ってんだってね、ありますね、本当に。そうよ、そうか、そうっすね。お疲れ様です。解放してますか、ハッピーターン。本当にさすがにね、匿名ですよね、みんなね。白石選手との会は面白かった。だいぶ煽られていたので簡単ではないと思いますが、公式戦で出力してください。熱い展開期待してます。だからまあ白石に限らず、やっぱり YouTube 出てもらったら、なんかその選手との試合観戦に来てもらったら、やっぱり あの選手が動画出てたとか、あの選手とあの選手動画出ててとか、僕とその選手が動画出てたよねみたいな感じで、見方がね、やっぱそういった面で、ただ試合見るんじゃなくて、なんかそういう2人のやり取りとか、いろんな背景、その人の内面を見た中での、あの試合を見るっていうのがやっぱりすごい面白いと思うんで、だから他のねスポーツとか、あのバラエティ番組とかでいろんな人にいじってもらった選手が試合でね、すごい眼差しでプレーをすると、すげえな、やっぱ本番の試合はねってなりますよね。そういうのがね、テニス界ないんで、僕が頑張ってます、毎日投稿して。海外でプレーしてみて、日本でプレーしていたら、海外でプレーしてみて、日本でプレーしていたら、
気づかなかったようなことありますか？日本、難しい、かまいたちのネタみたいになってる。日本、海外でプレイしてみて、日本でプレイしていたら、あー、わかった。海外で気づいたことってことね。海外で気づいたことは、まず、日本人ってやっぱ強いなって思いました。海外の選手の強さと違う強さ。日本人選手は、やっぱり技術がすごいしっかりしてるから、どの相手でも、苦戦するし、しつこいし、隙がなかなかないけど、その代わりやっぱり一発がある選手も少ないんで、みんなに勝つチャンスもあれば、みんなに負ける可能性もあるけど、アメリカの選手とかはもう爆発力がある選手はもうマジでブレイクさせてもらえないと本当にノーチャンだなって思わされるんで、特になんか一回カナダでインドアでやったドイツの選手とかはもうブレイクがどう、何が起きたらブレイクできるのっていう感じの試合になってて、だ僕がもうワンブレ落としたらもう終わりですよねっていう、そういう展開が日本ではないので、うん、だからまあそうですね、まあ逆にその言った選手がサーブ入らなくなったらすごいチャンスが来るけど、うん、海外で、あ、そう言った解放と、いや全然聞いてないです、おならしてるとか、解放しだけしといてください。すごいよなこの人、おまあ、マジで、あ、対談取ればよかった、ミスった。今度いつ会うかな、今東京いんのかな、ちょっと取らせてほしいんですけど、東京いますか、東京かどっか千葉とかいたらちょっと対談取りたいです。ワイも全然別分野で YouTube やってるんですが、モチベ保つのむずすぎませんこれ。なんか YouTube 結構楽しいですよ僕は。ただちょっと毎日投稿っていう縛りを自分でつけてしまったがために、すごい大変なんですけど、それ以外は楽しいです。編集も好きだし、うん、あとはそう撮ってる時も好きだし面白いし、早稲田魂大好きです、早稲田定期部 OB より、ちょっと緊張感がいきなり、早稲田定期部 OB より、多分僕より上ですよね。はじめまして、小倉光介です、よろしくお願いします。11月の4日チャレンジャー、ノアチャレンジャーには出ないんですか？いや出たいんですけど、ちょっとね今この今回怪我もあって、タイミング的にランキングがちょろっと落ちてチャレンジャーにかからない気がしてきました。確かに2人の試合を見たいと思いましたよ。すごいいい取り組みだと思う。あざます。渡辺洋介選手はどうしてブレイクしたのでしょうか。いや、あれはもうポテンシャルが半端ないじゃないですか。やっぱ柔らかさもあるし、身長もあるし、パワーもあるし。で多分性格的にも、まあそんな詳しくは分かんないですけど、まあ楽観的っぽく見えるんですけど。うん、なんかそういった面で、うん、ハートも強いし、持つべきものを持って成長してるんじゃないかなと思います。上から目線ですけど、はい、美咲さん勝ったよ、美咲さん勝ったよ、おはようございます。テニス以外に好きなことやってることなどありますか？テニス以外はね、もう本当に今編集しかしてない。練習してトレーニングして編集のこの3つ、もうそれだけ僕のやること、やってること、全然どこも行けてない本当に。草原選手のコラボお願いします。草原ファン意外と多いんだよな、まあ、かっこいいしテニスもかっこいいしね、わかるんですけど意外と多くてびっくりしました。まあ、意外とっていうと、その社会人だからね、銀行員なんで草原を、はい、河野選手とのコラボみたいです。ああ、今、河野のコラボっていうと、あっちが YouTube やってるみたいなんだけど、河野が撮ったやつ、すごい強風の中で、なんか音もうるさそうですけど、一応撮ったんで、あれです。今、編集してます。YouTube の収益は順調ですか？皆さんのスパチャなど、おかげさまで、そういうのもありまして、なんとか。いい感じで来れてますが、
ぜひ引き続きスパチャの方よろしくお願いします。はい、本当によろしくお願いします。小倉さんのコミュ力なら就活しても無双だったろうな。いや、それはまあ就職した人には就職活動すらしたことないんで何とも言えないですけど、そうしてたかな。まあ早稲田で主将で、成績優秀者でいけたかな。内山カップ Y か落選したものです。 Y かよ、落選したもの。え、あの選手、え、この間話した人、この間話した子、そうかな、あれ落選っていうのか分かんないけど、毎日投稿お疲れ様です。毎日見てます。頑張ってください。ありがとうございます。いや、本当にこれさ、ちょっと皆さんに聞きたいけど、やっぱちょっと休んだらダメだよね、これ投稿。この毎日投稿っていうところにやっぱりあれがあるのかな、それともそうでもないんかな。でもね、一回休むとね、癖になりそうでね。うん、白石選手、隠しきれないオラオラ感が、あ、オラオラ感っていうか、いや、面白い後輩ですよ。やんちゃっていうか、可愛げのある後輩です。面白いです。はい、ちょっとナルシストなだけ。いや、結構ナルシストか。彼のインスタ見たら分かります。相当ナルシストです。まあ、テニス選手は大事ですね。よく見てる YouTube チャンネルありますか？ないですね。英語を聞き流しぐらい、トレーニング中、はい、見てる時間がなくて。試合動画が公開できないのは相手選手からの要望もあるんですかね。やっぱ真剣勝負の試合動画見たいですね。そうですね。まあ、あとは今回は、まあ、それもあったんですけど、なかった時も、僕がちょっとセンターコート でシングルスはできなかったんで、暴風ネットの関係でね、うまいこと取れなくて、ちょっと難しかったですね。ジャパンオープン来ますか。出たいですけどね。ワイカ欲しいな。片山翔さん、楽しすぎませんか。ファンになりました。あ、嬉しいですね。僕の自分のことのように、やっぱりね、本当にさっきも言いましたけど、面白い選手いっぱいいるんですよ。自分から発信しないだけで。あとはやっぱりスタテニさんの方で出ると、やっぱ技術的なことを話す分ね、面白さが、やっぱキャラクター性の面白さはちょっと半減しちゃうと思うんで、あっちが技術だったら、僕の方はね、その内面の方をね、選手の内面を出していきたいなと思ってます。テクニとの慣れ初めなんか嫁みたいな。テクニはでも前バボラを使ってて、で結構古くなってきたんですけど、それから抜け出せなくて、でもやっぱり変えていかないとなと思って、いろんなラケットを知らした時に出会ったのがテクニですね。成績優秀者、そうっす、成績優秀者。直樹とのコラボ面白かったです。直樹待ってます。やっぱね、彼も2週連続優勝して、やっぱ強いな。強いけど、やっと本気出したかって感じです。前から強かったけど、やっと本気を出しました。彼は期待ですね、これから。小倉さんの人の懐に入り込む力に尊敬しかないです。片山プロとの反省会は腹がいや、嬉しいです。片山さんね、面白いっすよね、本当に。あれはね、やっぱ芸人とかの面白さとまた違う、なんて言うんだろうな、バン中村さんみたいな。見た目もちょっと似てるでしょ。バン中村さん知ってるかな。バン片山怒られるか。しかも黒さん、スパチャすいません、ありがとうございます。スパチャでした、ありがとうございます。スタテに出演できたら、バモスさんとのコンビネタかましてください。やばい、もう覚えてないわ。バモス、あれもう2年前か。バモスさんね、確かに。ちょっとでも新しいネタ考えといてもらおうかな。英語はもうペラペラなんですか。いや、全然ペラペラなことはないですよ。全然日常会話頑張れるぐらい。だって
まあ今歯医者行ってますけど、日本でアメリカで行けって言われたら多分出てこないです言葉。歯のワードなんだろう、奥歯とかなんか絶対あるでしょ、わかんないけど、その辺はなんか言われたら出てこないです。 YouTube の編集ご自身でやってます。はい、すごいですよね、編集うまくないですか。あざす。早稲田のここ10年のエースたちが学生時代の全盛期に戦った人は誰が一番強いと思いますか。片山、田川、今井、小林、島袋。うわ、確かにいい質問ですね。僕も見てみたいです、それ正直。でも田川さんの試合を正直僕ちゃんと見たことなくて、間近で生で。うわ難しいっすね。マサヤの1年生の時なんてもう無双してましたからね、何でも返ってきますから。うわ見てみたいな、このこういうやっぱ対戦とかがやっぱ盛り上がりますよね絶対。うん、こういうのを企画してやっていかないと本当に。早稲田テニス部で派閥ありましたか。派閥なんてのはないっすね、全然全然仲いいですよ。はい、片山選手のライブ会で片山選手がナチュラルガッツしないとテニスできないとおっしゃってましたが、試す予定ありますか。やはりポリじゃないとすぐ切れてしまいますか。いや多分ナチュラルの方が持つとは思うんですけど、試したことないんでわかんないですね。全日本に出れたら込みそう。いやそんなことはないと思いますけど、まあ決勝とか行けたらね、観客が溢れてくれたら嬉しいですけど。スタテニは真面目すぎ YouTube だよな。でも最近ダブルスとか真面目、僕みたいなお笑いはないですけど。上杉海斗選手との親交はありますか。ありますよ、ご飯も行ったりしたし、最近全然会ってないですけど、はい、あのお互い総計の首相同士だったんであります。片山さんは LINE のことを鳥糞と例えてるという解釈であってます。僕、俺はよく LINE 狙いすぎとコーチから言う、まあいわゆるそういうことでいいんじゃないですかね。その狙いすぎっていうと面で、鳥糞あれでも一応編集では反省会の時は鳥糞ほんとちっちゃいとこ狙いすぎっていう意味で言ってると思います。その大きいエリアを狙えっていうことで、はい、多分そういうことで解釈してもらえれば、 LINE というかその細かいとこちっちゃいとこ狙いすぎっていうこと。YouTube 投稿楽しみにしよう、息抜きもらいたいので週3にしてもいいと思います。週3ね、週3でも週3って言うと週3の流れになっちゃうんで、週3でも編集が間に合わなくなったりするんですよね、こういうのって。パンツ片山のパンツ片山ってなってる、あだ名が。パンツ片山の回は神がかっていた、あれをもっと伸びるべき。そうなんですよね、あれはだって知らない人が見ても面白いはず。どうなんだろう、全く僕と片山さんのことを知らなかったら面白くないんかな。好きなアーティストはあんま音楽聞くけどなんかバラバラです。海外遠征でおすすめの国、おすすめの国でもやっぱ南米とかすごい面白いと思いますよ。やっぱりすごいなんて言うんだろうな、日本とかいう景色からかけ離れてるけど思った以上にイメージ思った以上に悪くないっていう意味のかな、思ったより悪くないか、YouTube あとテニスも頑張ってください。ありがとうございます。いただきました、スパチャ。今思い描いてる最初の目標があれば、でも正直グランドスラムは出たいですけど、全日本優勝っていうところもめちゃくちゃ思い描いてますね。全日本優勝っていうのは、この前大阪で望月プロ見かけました。仲はよろしいですか。ああもっちーは、はい、まあどっちのもっちーだろう、多分関西にいるから望月勇気の方だと思うんですけど、全然会ったら話しますけど、そんな一緒にご飯行くようなあれではないですけど、練習中に鳥糞ちらつくの最高でした。ああ、ありがとうございます。あれなんか
ちょっとした思いつきのアイディアで入れたらなんかすごい好評で嬉しかったです。はい、土井選手勝ったよ。あ、土井さんおめでとうございます。引退が伸びました。ぜひ決勝で戦ってください。決勝まで行ってください。吉田よりどう見てます？全日本出れそうですかね。どうですかね。今年はでももうあのエントリーというかランキングが決まってるんで今年は出れないんじゃないですか。ランキング的にはなんかワイルドカードとかもらえたら別ですけど、まあ実力はどうですかね。よし、ニエロ、よし頑張れ。再生回数は試合動画が一番伸びるんですか？でもこの間のみたいにやっぱり名前のあるゲストがテニスしてくれると伸びると思います。まあ、テニスだけじゃなくてそのトークの部分もねみんな見てくれるんで、はい、やっぱりアメリカの大学は早稲田と比べても充実した。いや施設は圧倒的ですよ、アメリカの施設は。まあ僕が行くような大学は、まあ、フューチャーズがやるような大学でそのデビジョンっていうもう有名どころの大学なんで本当にあの施設自体は半端ないです。綺麗だし、うん、全部揃ってるなっていう感じ。そろそろ片山プロが言っていたオープンに打てを試合動画になるほどね。あれシリーズ化した方がいいですかね。みんな片山さんが見たいだけでしょ。片山さんね本当に大人気やからね。はい、プロになること、又吉がコメントしてくれた。又吉さんがプロになることを決めたのはいつ頃でしたか？プロはもう昔からずっとなりたかったんで、決めたっていうかなんかプロになるもんだと思ってました。全然どんな結果であれ、はい、多分うん絶対そう。将来的にはダブルスでのグランドスラム視野に入れてますか？いや全く入れてないですね。まあ今回ダブルス優勝はできましたけど、うん、やっぱり専門でやってる人はね、てかこんな優勝で下の方はランキング上がりますけど、松井さんと上杉とかなんてチャレンジャー優勝してもなかなかもうあのランキングだと大きいランキングの跳ね上がりはないんで、多分そろそろ次は、まあ、楽天オープンとか出させてもらえるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱそういった大会で勝って勝たないとグランドスラムいけないんじゃないですかね、ダブルスって、うん。アメリカの一番気に入ったハンバーガーは何ですか？私はファイブガイズです。あんま食べないんですけどね。もハンバーガーよりチポレですよ、圧倒的に。もうねチポレが美味しすぎて、10ドルでもうお腹いっぱい唯一食べれる安い、まあ、10ドルって言っても今1400円ぐらいなんですけど、本当に、ああおぐねえ、で俺おぐに2位にして、俺 お姉ちゃんじゃないから。小倉プロの大学進学前ジュニア頃の成績ってどんな感じでした？最後の年とかはインカルじゃない、インハイも出てないし、なんだっけ、全日本も出てない、ダブルスは出ました。ダブルス的ね、関東ジュニア優勝とか言ってたんですけど、シングルはもう全日本ダメ、インターハイダメ、出れないとか、そんな感じですね。オグネー、なんでこのオグネーが流行ってんの？俺、男なんだけど。過去実際に試合や練習したことある日本人ながら、こいつすごいなと最もインパクトを受けた日本人選手は誰ですか？こいつすごいな。難しいな。島袋とかすかね、やっぱ。うん。多分。まあ、海地くんもすごかったな。でも、多分あの時本調子じゃないかもしれないですけど、パワーというか、タイミングというか、スピード、うん。すごかったっす。鳥の糞と猫の糞とどっちを狙いますか？コートの中に猫の糞見たことありますか？
あのありますか、すごいアホな質問してますけど、ちょっと今度もうアホな質問1回分ご飯おごってください普通に。あのてかさっき東京来るって書いてあったな、東京待ってます。よしファーストセット残念、あら落としちゃった。ジャパンオープンでは片山さんのコーチに長野先輩小野田プロがつくそうですが、小野田プロからスタテにアプローチできるんじゃないでしょうか。まあ正直あの実際のところ今スタテニさんとはお話はできてて、佐久間 P って言うんだっけと、すごい今ちょっとお話し合いしてて、はい、何かできるかなと思ってます。小倉さんって早稲田一般受験なん？いや違います、あの戦績こそなかったですけど、僕の戦績インターハイ団体優勝メンバー、試合は出れなかったですけど、インターハイ団体って試合出るのは4人ですけど1人、まあ、補欠で入れて、なんとかその補欠に入れてもらいまして、5人目で試合に願書出す時にそれも戦績でかけると言われましたので、インターハイ団体優勝でプラス小論文と面接で早稲田受かりました、ありがとうございました。その時の団体メンバーがね、沼尻圭介、岩崎歩っていうのと、岩崎歩は早稲田で同期だったんですけど、沼尻圭介っていうのと、岩崎歩と徳田蓮太、高橋祐介っていうね、まあ、特にもうこの2人が無双してました。はい、圧倒してましたね。2人は1年生だったんですけど、シングルスで、すごい助けてもらって、僕の早稲田入学があったのは正直この2人のおかげでもあるんで、ありがとうございます。うん、あ、黒さんスパチャありがとうございます。内田海一プロもスタテに出た時との落差がすごくて最高でした。僕もスタテに会のスタテにの海一選手の海一さんの海一くんの見てましたけど、めちゃくちゃ静かでしたね。はい、はい、びっくりしました。こんな人なんだと思って。大木さん片山さんにイタレンしてください。確かにちょっと電話したいけど、今ね携帯こっちで使っちゃってるんですよね、 LINE のやつが。いやちょっときついなここでは。小倉さんのジュニア戦績見たんですけど、16歳で18歳の拳銃に、いや飛び級はしたことないっすね。多分早生まれだからそういう風な感じになってんじゃないっすかね。多分スタテに出る日を楽しみにします、ありがとうございます。特に片山プロを見たいわけではないですが、相手を走らせて体力を奪った方が試合に勝ちやすくなるので、いやそれはもちろんです。はい、団体メンバー強いよね、団体メンバーめっちゃ強いです。はい、あ、それこれバラエティ番組の佐久間じゃない、これ100ボケツッコミ やってるやつじゃない、佐久間増田くん、準レギュラーの増田くん。ちょっと俺こっちも出たいけどね、こっちの佐久間も会いたいけどね。確かにこっちの佐久間 P も会いたいよね。はい、ていうかそろそろ1時間なんで、そろそろ終わろうかな、いいっすかね。ちょっと動画編集もあるんで、でもなんか251人も見てくれてるから、でも質問も止まったしな。あ、尾崎梨沙さんも好きです、報告。尾崎梨沙さん、はい、なんて言えばいいんだろう、可愛いと思います。はい、もってなんだっけ、この人ウシーの子可愛いって言ってた人だっけ。小野正コーチのアドバイスが分かりやすくて腑に落ちたので、また出演するのを期待します。あ、もう今度木曜日またね、木曜日じゃない木曜日か、小野正と練習するんで、空とちょっとその時動画撮ろうかな。小野正ね分かりやすいですよね。うん、見てください。そうっすね、そろそろ寝ようかな。パソコンで電話、パソコンで電話できるんですか。早く次の試合出てくださいね。まだちょっとまだ若干背中痛みあるんで、ちょっと慎重に。はい、
あと4時間くらいでいいんで続けてもらえたら助かります。助かられても。うちの犬ジョイジョイに掛け声お願いします。犬のジョイジョイに掛け声するの。犬に掛け声するのジョイジョイ。え？あとダブルス優勝、ダブルス優勝があれやついでになってるじゃないですか。先にダブルス優勝おめでとうございます。うちのジョイジョイに掛け声お願いします。まあでもスパチャありがとうございます。ジョイジョイ。なんでジョイじゃなかったんですか。わかんないけど。このトップガーの白い犬かな、ジョイジョイ。締めに一発、あ、嫌です。一発ギャグしない。絶対しない。僕らのジュニア当時は、何屋、これは八屋正気でいいの。知らない、全く聞いたことない。どういうこと、これは、ジュニア当時は日本リーグの名前の会社の名前どういうこと。ああ、分かった。八屋さんね。八屋正気。これ字違くない？同じだったっけ？八谷正気、はあ、わかります。八谷さん。片山選手に憧れた、間違えた、隠れてますが、実は河野さんが面白いです。河野ね、俺はめようとしてくるか、あいつは。あいつのせいで僕は片山さんにいじられるんですよ。片山さんが気づいてないところまで気づいてくるから、河野がある。チアマカップダブルス優勝おめでとうございます。タイブレの時は全力を出し切ること以外に何を気をつけて戦っていましたが、いやもうサーブでどれだけ相手を外すかですよね。スーパータイブレイク見てもらったら分かると思うんですけど、もうほぼサーブとリターンで、どれだけ、本当に外して、まあ、帰ってきてもポーチで決められるかっていうね、はい、そういう戦いだと思います。YouTube ライブ24時間とテニスの試合11時間5分はどっちがきついですか？経験したことないけど、多分テニスの時間の方がきつい気がする。いや厳しいな。片山さんって首太すぎて面白いですよね。あ、片山さんの面白さそこじゃないです。はい、そこじゃないです。面白さ、この前サインボールありがとうございました。またよちやまカップ出てください。あ、ずんださんお会いしました、ありがとうございます。まあね、理想はね、内山カップレベルの試合を出れないようにチャレンジャーに行ってる方が理想ですけどね。はい、ありがとうございます。近大に通ってるのでよくテニス部の練習風景見てます。近大ね、行ったことないんだよな。行ってみたいな。近大、関大はね、毎年早稲田が団体戦なんか春ぐらいにやるんで、今年はなんか1年ごとに、今年は早稲田で来年が関大でみたいな。体重は66キロぐらいです、大体。片山さんの代の早稲田は S6 にインカレ準優勝が出てきたり、変態的最強だってきました。出れんのかな？準優勝？インカレ準優勝ってでも、なんか、さすがにそんな試合出れなかった気がするけどな。その年じゃないってことか、多分。オグさんってフォアハンドとバックハンドどっちが得意ですか？圧倒的にフォアハンドですね。クサラさんのリターンを見事に封じてましたね。だから本当に、でもクサラのリターンえぐかったですよ。本当にあれ社会人じゃないです。あれ絶対銀行で働いてない。あの僕以外の3人あれ絶対銀行で働いてない。うますぎるテニスが。強豪校を渡り歩いてきてると思いますが、歴代で一番しんどい練習メニューって何でしたか？津谷さんとかその早稲田にいたコーチの2-1とかはきつかったかな。まあトレーニングって100本ダッシュなんですよね、早稲田の。みんな知ってますか、100本ダッシュって。早稲田って外にコートに4面こうやってバーってあるんですけど、だいたい王座前とかリーグ前だったかなに100本ダッシュっていうのがあって、4面の一番手前のコートからみんな整列して、そっから4面を4往復1本でちょっと休憩して3往復1本で次に2往復1本で1往復1本全部ダッシュで、それで今10本、4-3-2-1やって10本を70本ぐらいまでやるのかな。で70本ぐらいまでやったら
そっから20本分2往復かける5で10本を2セット、それで20本で、残りの10本が1本で1往復でかける10本で100本ダッシュなんですけど、まあ場合によってたまにね、なんかどっかからか連覇かける10にしようとか言って、僕ら13連覇の代だったんですけど、110とか120とかもやったな確か。で120本ダッシュ終わった後に、スクワット系のなんかトレーニングをして、必ず故障者が出るっていう、はい、恒例行事。あのそれでもね、レギュラーとかレギュラーじゃない人関係なく、あの趣味とかもみんなやります。それがね本当すごいなと思って。だから本当にテニス、早稲田って誰でも基本入れるんですけど、テニス部には上手い下手関係なく。だから下手な子でも、まあ、その全国優勝っていう舞台を間近に、チームの一員として間近にすることができる反面、そういう100本ダッシュとか、っていうのも一緒にやらないといけないっていう、まあ辛さがあります。まあ、ちなみにその僕100本ダッシュ全部1でした。100本全部1。これね、みんながこれずるいのが、みんなね、あのちょっと抜きながら交代交代で僕に挑んでくるわけですよ。今回この4往復のあの時こいつが僕に挑んできて、で次のダッシュで違うこっちにいるやつが僕に挑んできて、僕のあの連覇を阻もうとしてくるんで、これがねまたきつかったですね。で僕は絶対負けたくなかったんで、100本全部1位取ってやりました。学生時代河野さんとシングルスはどっちが強かったんですか？シングルスはね、僕新進っていう大会で河野が第一シードで、僕がドロー番号2番引いて、そこで僕が勝って、そっから僕が新進1回優勝しましたね。草原さんと河野さんのダブルスたくさん試合出てるし、仕上がりすぎて正直負けると思ってました。いや、あそこマジで強いっすよ。本当に強いと思う。てかやっぱね、ちゃんと同じペアで組んでるっていうのがもう一つでかいと思います。あの二人ずっとやってるから、うん、あれがね本当にすごいと思う。テニスのショート動画上げたら50万再生くらいしたので見てください。いいな、ちょっとショートでもバズりたいな。50万再生とか100万再生、なんかちょっとでいいからバズってみたいな。次のバモスさんとのネタは小倉選手がボケでお願いします。あ、バモスさんのネタかな、面白かったらいいですけどね。片山さん、いい年の取り方してて自分もそれいい年って言っても、片山さん今何歳だ、30、4、5。いい年の取り方っていうのかな、あの年で。翔子は推薦ですか？まあ推薦じゃあ推薦。なんかジュニアの頃僕は SSC っていうところで通ってたんですけど、なんかやっぱそっからの流れで自然といけるようになってましたね。はい。ま、最近知ってファンになりました。あ、ありがとうございます。今後もファンでいてください。小倉さん見るからにフィジカルというか運動神経というかすごいからな。すごいんですよ、運動神経はマジですごいと思います。テニス、あ、負けず嫌いな性格ってやっぱ見てて応援したくなりますね。そうなんだ、めちゃくちゃ負けず嫌いです僕。テニス未経験で早稲田の大会とか入ってくる人いるんですか？いますよ、います、全然います。本当に下手な子いました。でもやっぱね、いろんなルールとかもあって厳しさがあって辞めちゃう子もいましたけど、辞めない人もいました。はい。足の速さはそこでか、異常に速いです。そうっすね、死んでも負けたくないって思ってたんで。やっぱ打率を上げるにはテイクバックと目線が、打率テニスの打率何回でも打てますよテニスは、自分がミスしなきゃ。まあ芯を外さないってことだな。まあテイクバックがシンプルで、まあ、ちゃんとボールをよく見るってことですね。100本ダッシュ全部で1位なのにベンチにいたってどういうことなの？ベンチが好きだったんです。ベンチがとっても好きでした。
座ってたくて、ね、最近試合では8割ぐらいでショットするように心得ているんですか。そうっすね、やっぱりあと体の使い方もね、徐々にもうちょっと工夫じゃない、改善して、やっぱりなるべく少ない力で大きなパワーを生むっていうのがね、やってますね。早稲田ネタ懐かしいです。20年以上前に全日本に出た体育会系帯の何かしらの支援者です。会社経営してます。ちょっとインスタグラムで DM いただいてもいいですかね。ぜひ OB としてお力をお借りしたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。スパチャーやと金額いかんからもったいないし、普通に寄付したいんですが、口座とか公開してませんか。公開はしてないんですけども、公開した方がいいのかな、そういうやり方あんのかな、口座って公開していいもんなのかわかんないんですけど、ちょっとそういった方はインスタの DM いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。テニスと YouTube どちらかといえばどっちが本業ですか。正直今収入、お金を得てる方が大きい方が本業としたら YouTube が本業になっちゃいます、正直。はい、残念ながら。カンタマンのショート見てますか。カンタマンの最近のショートはたまに見てますよ。コント仕掛けのね、グリーンバックでやってるやつね。はい、 50m どんぐらいですか。 50m はね、でも僕そんな7秒切るぐらいじゃないですか。そんなにぶっちぎり速いわけでもないんですよ。いい速さでずっと走れるっていうのが僕の強さですね。フォアのグリップが厚くてチャンスボールや力のないショットを打つ際に軌道が上がりすぎてしまいます。フォアのグリップが厚くてチャンスボールや力のショット、ああ、だ僕と一緒じゃないですか、うん、やっぱりそこはタイミングと、福田空選手の動画で小野正が言ってたこと、小野正コーチのテニス講座、ちょっと見てみてください。僕もそれ意識してちょっと変わってきました。新進優勝したのにベンチだったんですか。新進優勝は全然ベンチどころじゃないです。もう外です。はい。新進優勝したところで、試合に出れないです。足が速すぎるがゆえに自分で一生懸命でも距離が無意識に頼ってしまう。そうっすね、なんか無意識に、だから片山さんも言ってたけど、意外とフットワーク雑だよねっていうのはやっぱり足の速さでごまかしてたところもあって、追いついてはいるけど、やっぱ片山さん見てますね、本当に。僕の本当嬉しいです、そういうところだと思います。はい、ダッシュ今井慎太郎プロより速かったんですか。これはね、一本勝負をしろって言われたら絶対勝てないです。もう圧倒的です。爆弾みたいなふくらはぎで、足に勝とうと思っても勝てないです。けど、さっきも言った通り、いい速さで長く何回も走れるのが僕の武器なんで、平均してずっとここを保てるっていうのが僕の武器ですね。この間のライブでも質問させていただきましたが、なぜ首相に選ばれたと思いますが、か。まあ人間力完全に。ジュニア時代ランニングとかしてましたか。ランニングはね、いやトレーニングでめっちゃランニングがあったんで、ランニングはめちゃくちゃしてたんですけど、エバレ SSC 入る前、小学校6年生5年生ぐらいの時にマジでめちゃくちゃきついっていうのを聞いてて、これマジでトレーニングしないといけないなと思って、SSC 入る前の5年生ぐらいの時に毎日死ぬほどランニングしてました、一人で。まあいわゆるゴールデンエイジってやつですね。その時にも死ぬほど走りまくってました。どこまで行ったっけ。 YouTube すごいな、そんな稼げるんや。まあ稼げる、まあ収益プラスやっぱサンクス機能もいただけて、それも含めてなんですけど、まあ、あとは僕がテニスで稼げなさすぎているというか、そういったこともあると思います。
僕の打率は2割呼ぶ球なのね、わかんないどのぐらいなのか。これさっきの打率言ってた人っけ。力の入れようでも YouTube ですよね。いや完全にテニスですね。はい。試合中にビビってストロークがおかしくなるときありますか。ないっすね。ビビってストロークがおかしくなるときは記憶にはないっすね。なんで早稲田時代ベンチだったんですか。弱いから、弱いのと周りが強すぎるから。だってさっきも言いましたけど、王座決勝は僕の同期のダブルスインカレ優勝と、シングルスインカレ準優勝が出てないっていう状況だったんで。学生時代の戦績はその新進優勝1個以上、あとなんかいい戦績って言われても出てこないです。本当に春間とか夏間二次予選ばっかだったんで。学生時代の、あ、違う、スタティのお笑い枠はバモスさんから奪えますか。いやいや、もうスタティのお笑い枠はバモスさんですよ。スタティはやっぱりお笑い、あの、なんだろうな、キャラクター含めバモスさんっていうあのキャラは唯一無二ですから。僕の好きなお笑いとはまた違うね、テニスに熱い方ですから。僕とは違う、あそこはもうバモスさんの席。上様と仲いいですか。上様はまあ仲いいです。高尾プロとのこれまでの関わり合いをもう一度言ったことあったっけ。高尾さんよく早稲田に練習来てくださってたんで、現役の頃その時に結構練習とかアドバイスとかもいただいたり、そういう感じで関わらせていただきました。怪我直して頑張ってください。今まで故障したことないって言ってましたね。あと片山さんに乾杯。スパチャありがとうございます。そうっすよ、本当に故障、まあでもこれ言うて今1週間で治っちゃったんで、これを故障って言っていいかは分かんないですけど、まあちょっと疲れがやっぱ溜まってたのかなっていうのと、はい、ありがとうございます。ジュニア時代どこのスクール。ジュニア時代は SSC です。英語って本当に頑張れば習得できるものですか。はい、僕はほぼゼロで行って1年ぐらいでまあ喋れるようになりました。中学生時代とかは長距離も短距離も速かったんですか。まあ平均したらどっちも速いっちゃ速いですけど、短距離は圧倒的じゃなかったですね。違うわ。学生時代の個人の最高戦績は新進優勝です。恋愛相談してもいいですか。どうぞ。お笑い系テニス YouTuber としてネパール氏とのコラボはありますか。ネパールさんね、前有明でお会いしてコラボしましょうよってなったんですけど、ジャンルが違すぎて、いやぜひやらせていただきたいんですけど、僕からしたら何やるっていう話になってないっすよね。何をやろうっていう感じで、僕からしたら得しかないんですけど。支援するにはどうしたらいいですか。彼女いますか。すごい真逆な質問来た、2つ同時に。支援はちょっと DM とかホームページからお問い合わせとかで僕にちょっとご連絡いただければと思っております。よろしくお願いします。貯金ってありますか。貯金はその貯めて貯金してるわけじゃなくて、もうだんだん、なんて言うんだろうな、貯めてはないです。もう使い切ろう使い切ろうって、もう本当に使い切ろうって難しいな。もう使い切ったらもうテニス終了ぐらいの勢いで使ってます。今まで試合した中で一番強かった人はチャレンジャーでやったチェッキナートっていうね、全仏ベスト4入った選手ですね。テニスにインターバルトレーニング必要ですか。めちゃくちゃ大事ですよ。めちゃくちゃ大事。やっぱりそのテニスってもうむしろ逆にインターバルトレーニングっていうかね、短い時間で回復させてまたポイントして、短い時間でまたすぐ回復させるっていう、そのサイクルなんで、はい、白石さんって本当に強いんですか。白石は強いですよ。そりゃあんだけタイトル取ってるし、めちゃくちゃ強いです。山本裕貴さん、何を言ってるんですかね、うん、杉田選手は高校大学の先輩だと思うんですが、先輩だと思うので距離もそれなりに近いというのが想像しますが、彼が学生テニスから世界で勝てて余裕なんだと感じてますか。
杉田さんでも早稲田はほぼ行ってないですよ。1年目で卒業じゃない、なんだっけ、中退だっけ、まあ辞めて行ったんで、早慶戦出れない理由が確かウィンブルドンか全仏オープンですかね。かっこよすぎないですか。かっこよすぎますよね。俺の感覚の方が正しいよ。あの動画でね。サーブフォア、バックハンド、ボレー、この中で世界一の技術をもらえるならどれがいいですか。うわ、サーブかな。ダチの島倉さんのプレーの印象は、いやもうとにかく強いっす。プレーの印象難しいな。もうね、なんだろう、あ、これが攻撃ねみたいな。わかんないな、無理だな。ちょっとわかんないです、なんて言ってるか。伊達公子さんも練習しに来てます。伊達さんはスタにあんま来てない気がし、僕が現役の時は一回も来てないですね。ジュニアの時どんな自主練してましたか。自主練、まあ自主練もすごいしてたんですけど、それよりは自分のそのテニスクラブの練習が終わってから、もうコーチに自分からお願いしに行って、ちょっと見てくださいってお願いして、めっちゃ見てもらってました。はい、それがね大事、そういう自分からね行くっていうのがすごい大事というか、本当にあの時ありがとうございました。チャレンジャーでコーチと練習して、でコーチとして練習に参加してた高尾さん見たけど、ピリピリして普通に行こう。高尾さんやっぱ雰囲気ありますよ。やっぱスタデニとかあんな明るい感じですけど、やっぱレジェンドですから、オーラはすごいですよ。小学生から高校生の時って どのくらいの戦績でしたか。難しいな。でもなんかわかんないけど、関東ジュニアだけ毎年決勝行ってました、ダブルス。ジュニア時代に一番大切な練習なんだと思いますか。もう球出しで基礎をどれだけ固められるかですね。テニス選手の彼女か全くスポーツしない、彼女、どちらがいいですか。全くスポーツしない彼女もいいですね。全然いいと思います。テニス選手の彼女よりは全くスポーツしない、もうまあ全然そっちの方がいいかな。でもね、テニスのことを知らないでこの僕の生活を一緒に過ごすっていうのは無理だと思いますけどね。なんでこんなにいないのってなりますよね。動画編集っていつも手作業でやってますか。手作業以外あるのかな。まあ手作業ですね。嵐ブロックした方が、まあ誰かわかんないんで、まあいいっすよ。ご回答のお礼、とんでもないです、ありがとうございます。いつでもお答えします。フォアの時手首使ってますか。手首使ってる意識はないですね。当時の東京学館浦安のイメージ。浦安誰だったら同い年、大和田かな。大和田、あと誰がいたっけな。なんか大和田のイメージが強すぎて、イメージって言われても強い、ちょっとあんま覚えてない。大和田しか覚えてないかも。好きなボールメーカーは、好きなボールメーカーはやっぱテクニファイバーです。はい。在籍した前後の先輩後輩で一番強かったのは、早稲田は、いや強い人いすぎて、上に今井さんかぶってたし強かったし、栗林さんって知ってるかな、栗林相馬さんっていう、マジで強いんですけどプロはいかなくて、栗林さんはもうよく練習してもらったんですけど、手も足も出ない、強すぎた本当に。シングルスで勝つにはやっぱりボレーは必須ですか。いやもちろんボレーできるに越したことないです。ヨッシーセカンドセット1号応援お願いします。いや本当にね、ヨッシーの試合の裏で YouTube ライブしちゃってごめんなさい。本当に頑張ってください。山口くんと練習動画、山口くん、ゆずきのこと、わかんないけど、山本勇気やめた方がいいよ、せっかく。本当っすね、なんか変なこと言ってね。バックハンド、バックバンド、
僕はストレート得意ですか、僕はそれだけがトレイエーってコーチに言われてきました。すごいじゃないですか、それだけがトレイエーって、なんかもっと絶対あったと思うんですけど、そのコーチひどいですね。はい、早生まれでいいこと不利なこと、早生まれでいい、別にそんなないんじゃないですか。まあちょっと成長が遅かったら芽が出てきて下の台で出れて優勝っていう経験はしやすくなるかもしれないですけど、ジュニアでそんな、どうだろうな。白石選手からの勝利、ああ YouTube ね、まあワンセット練習なんで全然あれわかんないですけど、最近ファンになりました、応援します、ありがとうございます。ぜひ皆さんファンになってください。お疲れ様です、お疲れ様です。王座いけなかったみたいですね、今後他大学に強い選手持っていかれるでしょうか。うん、それは全然あると思います。やっぱ、まあ、早稲田っていう名前で来てくれる子もいるかもしれないですけど、結構ね早稲田落ちて日大に行ったとか他大に行ったっていうケースがすごい多くて最近、うん、日大の今 主戦力の何人かも多分そうだと思うんですけど、そういったね面がね改善できないとっていうところですよね。海外と日本の食事どちらが好きですか。圧倒的に日本です。もう世界で一番美味しいですから、これも僕が保証します、世界で一番美味しいです。小倉さんはどこ出身ですか。横浜出身です。一番出たいグランドスラムの大会は、US オープン。質問ではなく感想ですが、これだけ質問が来るとご自身のテニスに関するいろんな考え方が改めて言語ができて小倉選手にとっても有益そうです。はい、そうですね、確かに自分の言葉にして答えるっていうのは大事かもしれない。ロブシコラの対応を教えてください。相手を前に引き寄せるか自分がどんどん前に行くかで、やっぱショートポイントを増やすっていうね。シコラはやっぱりロングラリーで気持ちよくなってますから、その T シャツいいですね、ありがとうございます。個人レッスンされてますか。関西に来られることありますか。関西ね、来たいな、呼んでいただければ、交通費いただければ、まあ、いろいろいただければ行かせていただきます。バカみたいな質問ですが、西岡義人って打ってみてやっぱすごいって思いました。すごいっすよ本当に。多分まあ試合した方が多分すごいって感じると思うんですけど、マジで強いです。錦織選手の球を受けたこと、錦織選手はね打ったことないですね。引退した後したいこと、これはね、まあ正直なところテレビ出たい。引退したらやっぱテレビ出たい。テレビ出たいっていうのも、まあ、芸能界の憧れはありますけど、やっぱりねテニス界とテレビ業界なんていうの、バラエティとかがやっぱりもっとくっついてほしい、絶対面白いから。だからちょっと僕はその架け橋になりたいなと。やっぱね松岡修造さんみたいなポジションもね、もっと次が出てこないといけないなと思うんで、まあそこまで熱くはいけないですけど、僕は面白さ、お笑いっていう面でちょっといきたいなと思ってます。ウィルソンのラケット使ったこと小学校ぐらいなんじゃないですか、小4とか。小林正也さんと白石選手はプレーが若干似てる気がしますが、大きな違いは何でしょうか。難しいな、似てる。でも白石の方がいろいろやると思います。うん、ドロップもそうだし、ボレーもよく出るし、スライス使って意外とアグレッシブだし、シコラーと思われがちですけどね。早稲田スカウティングで負けてますね。まあ最近そうっすね、早稲田落ちに時代って学歴的にめちゃくちゃ、学歴的にはそうですけど、なんとも言えないです。テニス選手何歳ぐらいがピークなんでしょうか。これは人によりますね。ジョコビッチなんてあの年でまだピーク途中なのかな。はい、本当人によると思います。小倉さんのフォアが好きですが、誰の影響も受けてないです。ウィルソンウルトラでバコル、ウィルソンは使わないかな。
オブさんどの業界でも活躍できそうです。あざす。グループの懐が何でだろう。僕がおじいちゃんからもらった大切な形見あげる。いや、それもらえないです。息子の先輩が早稲田がダメで海外の大学行ったのですか。早稲田に入り、いや、まあ確かに入りにくくなってるとは思います。はい、いろんな理由で。テレビ出るために成績と YouTube 頑張ってください。ほんとっすね。成績とりあえず僕が結果出さないとっすね。修造チャレンジ1回も出たことないです。一番好きなテニス選手は、いないな。自分ですね。今年出る試合は何がありますか。今ちょっと検討中です。全日本出たいけど、ITF もちょっと出てかないとランキング落ちちゃうしっていうね。高校生の時中国総体で先輩が岡垣さんでやって 6-0 でした。今でも負けたってことかな。岡垣さん、ん、岡垣に負けた。わかんない、わかんない、難しい。小倉選手のルックスもあるのでお笑いかけるテニスの戦でいけると思います。ありがとうございます。全日本頑張って応援に行きます。頑張って応援に行くのか、全日本頑張ってなのか、頑張って応援に来るのか、ぜひ応援よろしくお願いします。全日本ね、まだわかんないですね。アマチュア社会人のテニスプレーが毎日練習できるとして、何をしたら試合で勝てるようになりますか。アマチュア社会人のテニスプレーヤーが、でも試合じゃないですか。やっぱり試合経験じゃないですかね。何をしたら試合で、試合をどんどん出ること。負けてもいいから。エバラジで高橋祐介選手と試合したことありますか。ケンジュニアの決勝とかで一回やった気がするな、ゆうすけ。14歳ぐらい。16かな、なんか覚えてないけど。個人的に気になるのですが、小林選手が学生時代、年次が上がるごとに少し結果が止まらなくなった。なんだろうですね。でも、まあ、彼は1年生の時に頑張りすぎましたね。いろんなプレッシャーを感じながら。で、ちゃんとインカレも優勝して。1年生であれだけ結果と、プレッシャーがあったら、なかなか立ち直るというか、次を見つけるのが大変な気がしますね。これがあと3年あんのかみたいな。ベンシルトンのガットのテンションが72らしいですか。そこまで高くするメリットって何だと思います。いや、72ちょっと僕初めて聞きました。はい。試合の時に調子が上がらない、リズムがつかめない時はどうやって調子取り戻しますか。僕はうまくいかないまま負けてしまうのでアドバイスください。まあ、調子を戻すっていうと、結局はやっぱラリー数が少ない時とか、とりあえず真ん中に打ってラリーを しますね。数多くボールを打つというか、まあ、調子の悪さによります。打感なのか、相手にプレーをさせてもらえてないのか、足が動いてないのか分かんないんですけど、まあ、とりあえずラリー数が出て相手にミスがちょっとずつ増えれば気持ち的にも楽になるし、あのリズムっていう面ではうまくいくんじゃないかなと。あ、その後ろの違うカーテン狙ってますか。何にも狙ってないっすね。はいはい、横もこんな感じなんで。ミックスダブルス出ないですね。インテグに早稲田湘南高校の母校でのコーチやらないですか。やる予定ないですね。早稲田と慶応テニス部の違いってありますか。大学が違います。慶応のテニス部のことについてあんま分かんないです。慶応チャレンジャー出たいですね。小倉さんのチャンネルを見てる人は社会人の方がよく見てるのか学生が見てるのか気になります。年齢層で言うと18から35ぐらいが一番多い気がします。お怪我の具合はだんだん良くなってきてます。はい、今日もテニスしてほぼ痛みなく、は
はい、明日からがっつりか、まあちょっとがっつりまではいかないけどできそうです。小倉選手の時代時代はとにかく神奈川県が神奈川強かったですね。確かに神奈川東京強いですね。大事にしてる恩師の言葉ありますか。やべえ出てこねえ恩師の言葉。いやでもこの間もらった片山さんのただ戦うだけってすごい僕の中で何かがパッとした気がしますけどね。 MM 号の中ですか。違いますね、全然違いますね。緊張はどのように対処されてますか。緊張しますか。緊張はなんか頭真っ白になるような緊張はないですね。うん、そういう緊張ないかな。バックハンドのクロスが苦手です。小倉選手は普段どうして。うん、まあ僕も得意な方ではないですけど、バックハンドは逆に言うとまあフォアハンドを生かすためにまずミスしないっていうかコース転換うまくできるぐらいに思ってて、だから僕ももうちょっとクロス必要ですね。ありがとうございます。彼女はいないです。そういえばこの前ジュニアのドローを見てたら年代は違いましたが、武蔵野村オープンのドロー、武蔵野村オープン、武蔵野村、うわなんか一回だけ行った気がすんな。出た負けたんだっけな、めっちゃ遠かった気がする。早稲田の4年間で小倉選手の次にめちゃくちゃ努力してた、なんか自分で言うのもあれですけど、誰だろうな。みんなでもね、みんなテニス好きでしたよ。どんだけめっちゃ練習きついんですけど、つやさんとかそのコーチの練習とか、なんだかんだなぜかその終わった後なんか打ったりしてましたからね。みんな結局テニスが好きなんだなって。気が回復してよかったですね。あざます。あと目標までの期間が 1.5 年ですが、逆算するといつまでにどのランキングにないと。いや難しいのは難しいですよ、もう今の時点ですごい、なんだろうな、うん、難しさは正直感じてますけど、テニスって本当にね何があるか分かんないのが面白いところで、サッカーとか野球みたいにリーグ戦じゃないんで、一回勝ち始めてそっからの急成長というか、やっぱりそこがテニスの面白いと。一周ごとに結果が変わるっていうか、一周ごとにランキングが変わって人生が2週間で変わるって言われてますから。はい、やばい質問が、あと10分ぐらいにします。これは本当に小倉選手がジュニアテニスジュニアアカデミー作るとしたらその特徴は何ですか。まあ僕が得てきたことと反面教師にするならば、ジュニアのまあ年代によりますけど、まずはめちゃくちゃ基礎練習、球出し、やっぱり自分からボールを飛ばすっていうところ、あとは体の使い方を効率的にしっかり使えるようにすること、まあ、僕はね SSC、 まあちょっとインドアのハードコートで育った分、受ける球を返すのすごい得意だと思うんですけど、最初の方特に早稲田入った頃はやっぱ弱いボールを自分から飛ばすっていうのがあんま得意じゃなくて、やっぱりそういうところプラス、体の使い方がしっかりうまくできれば海外の選手にも、うまく太刀打ちできるっていうか、そこをやっぱりパワーで頑張ろうとするとうまくいかないところもあるんで、まずはそういった基礎を圧倒的に固めるのと、ジュニア時代のトレーニングをやっぱり前までは根性論だったところをもっとなんだろう、最新のトレーニング、体に負荷のない負荷かけすぎないような、でも体の動かし方をうまくするようなトレーニングとかをどんどん取り入れていきたいですね。試合の流れや雰囲気でポイント感の時間を変えますか。ああ、それは変えます、変えます。もちろんです。サウスポーの、ああ、疲れた。サウスポーの曲がってスライドしてくるサーブが苦手なんですけど、どう対処してますか。曲がってくる前に打つ。とか、ちょっと前に入るとか、下がりすぎるとどんどん逃げていっちゃうんで。
奥さんの動画見てペルー観光に行く予定な僕の動画でペルー観光に行きたい動画ありました。めっちゃいいとこですけど、観光スポットは。でも僕は行ってないですけど、ガラパゴス諸島だっけとかめっちゃいいと思います。あとナスカの地上絵だっけ。はい、今新さんとは普段練習しないですか。拠点が違うんでね、ぜひ練習させていただきたいんですけど、はい。小倉さんは首相をやっていた時、後輩にビシバシ言えるタイプでしたか。僕は首相になったものの、そういう面が苦手で部活を締めることができない。だからそこはやっぱメリハリだし、みんなも分かってくれたし、後輩とかも多分分かってくれてたと思います。はい。僕が本当に後輩とよく仲良くしてたんで、はい。でもやっぱ首相っていう、役割を受けてから、こいつ頑張ってんなっていう後輩の人は多分思ってくれてたんじゃないですかね。早稲田のテニス部の人って本キャンとかに来る。もちろんありますよ。はい。エネゴリ君面白かったんで、いや、エネゴリ君絶対出します。はい。エネゴリ君は本当に、また片山さんと違った面白さでね。はい。あれがまたいいっすよね。昔、錦織君ダブルス組んでました。いきなりそんなこと言われても。ぜひお願いします。堀江徹さんと絡みありますか？あんまないっすね。早稲田の一番きつかった練習を教えてください。なんだろうな、一番きつかったというか、なんか、名前で言うと100球球出しっていうのがあって、合計で5セットかな、やるんですけど、1セット目がフォアバック100球、2セット目がフォアとフォア回り込みのやつ100球、3セット目がサービスラインぐらいでチャンスボールのフォアバック100球、次がそれのフォアフォア回り込み100球、で、最後にボレーとスマッシュ100球。ってやつですかね。あれが、はい、なかなかでした。あとはやっぱ津谷さんの認知とか、モチベーションを上げるときに聞く曲とかありますか。モチベーションが上がんないことがないんであんま聞かないですね。そういうのはないですね。伊藤潤さんとは交流ありますか。伊藤潤さんは何度か、僕が現役のときに、伊藤潤さんがまだ九州電力で練習しに来てくださって、そこで練習したりとか、ありました。日本に帰ってきてシングルスの成績は想定してましたか。全然僕がそのアメリカ南米を回って圧倒的に強くなったかって言ったら別にそんなこともないんで、別にその優勝できるだろうっていう大きな自信というか大きな想定はしてなかったですけど、でもやっぱ自分の成長は想像以上に感じられたんで、良かったなと思ってます。リスクの少ない攻め方を教えてほしいです。安全なところを狙う、難しいな。リスクの少ない攻め方、でもやっぱり試合の中で相手の苦手なところをどれだけ早く探せるかじゃないですか。やっぱり無限に帰ってきたりするとね、どん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 やっぱ狭いとこ狙っちゃうんで、トリフみたいなとこ狙っちゃうんで、はい。お疲れ様です。お先に失礼します。どうぞどうぞ。ありがとうございました。いい意味で一番生意気な後輩は誰ですか。難しいな。いい意味で一番生意気、島袋です。結果出しすぎてる。当時の八千代、わかんない、小玉選手、八千代、小玉選手、小玉優太郎選手、違う、でも八千代、違う八千代じゃない、埼玉秀英八千代。なんだかんだこの前の片山さん言葉で次の試合からなんか変わって息伸びてくれていいですね。そうっすね。今中3でテニスの練習したいのですが、高校進学に向け、受験ね、勉強ね、両立はどのように。で、僕は正直その勉強での受験っていうのをちゃんとしたことがないんで、僕はその成績を練習以外のとこで 100% 勉強頑張って
でテストがまあいい成績出ればいいなぐらいに思ってたんで、そのね、受験を合格するための勉強とテニスを両立ってしたことがないんで、やっぱ相当大変なことだと思いますね。でも、まあ、偉そうに言うとあれですけど、もう移動とか本当にできる時間を勉強に使う、でテニスも1日2時間とか本当に短期集中でやるとかいう、もうメリハリじゃないですかね。はい、最後までライブ配信見たかですが、お風呂入ってきます。はい、どうぞお風呂へ。ありがとうございました。ラリーがで